皆さんこんにちは。こんにちは。藤井プロ第2弾と、はい、こういうことなんですけども、まあ、今回藤井プロに投げてみたあのいただいたボール、マーベルマックスのシリーズで、まあ、あのマーベルマックスパールとこういうボールなんですけども、まあ、今回のマーベルマックスに関しましてはやっぱり NRG スムースパールとこういう素材もきまして、まあコアに関しましてはセントリプタルコアとマーベルの仕様で投げてるんですけども、藤井プロのレイアウト、まあ、どちらかというと転がり感が強いレイアウトに仕上がったんじゃないかなというふうに思いまして、投げていただいたコンディション、まあ、あのミディアムぐらいのコンディションだったんじゃないかなと。で、石原プロのレイアウト、まあ、4インチ4インチのやっぱり球に強いというレイアウトだったんですけども、藤井プロ、はい、今日投げてみた感想は、今僕結構マーベルシリーズが好きでですね、で、はい、特にこうピンダウンで開けるケースがかなり多くてですね、で、まあ、今回そのマーベルパール、うん、マックスパールなんですけども、はい、まあ、マーベルパールがすごい気に入ってて、で、はい、去年は下関でマーベルマックスリミテッドエディションを使って優勝してたんで、まあ、かなり期待してですね投げたんですけども、第一印象は、まあ、とにかく今までのマーベルマックスシリーズの中ではかなりスキットを感じて、うん、バックエンドの曲がりも強い印象でした。なるほどなるほど、はい、まあ、どうしてもやっぱり手前がこう直線が出るとね、はい、まあ、ブレーキがかかったり、まあ、先での曲がりも若干大きくなるってことですね。石原プロはどんなイメージを持ちました？そうですね、まあ、このマーベルシリーズもね、うん、あの非常に人気なシリーズなので、はい、まあ、ここはまあナノスムーズってことでカバー的にも中間なんで、うん、まあ、非常にその皆さんにとっても扱いやすいボールではないかな、いろんなボーラータイプさんに合う、ボールだと思いますし、まあ、コンディションも、によってはですね、本当にいろんなタイプのボーラーさんに合うボールだと思いますので、ぜひ期待してください。まあ、あの結構プロボーラーの方からのご意見で、まあ、やっぱりマーベルマックスっていうね、ところって、まあ、まあもちろん当然マーベルのシリーズの中では非常にこう信頼感を受けるよと。で、例えばマーベルマックスの初代なんかもそうだったんですけど、実は300点だとかいろんな記録を塗り替えてるのってこのシリーズなんですよね。だからそういう意味じゃ万人向けっていうのと、まあ、このコンディションは合わないよっていうのがちょっと少ない感じがするんで、やっぱりこういろんなアマチュアの方とかね、いろんなコンディションで投げたいよとこういう人なんかだったら非常にこうどれとってもマッチするんじゃないかなと。で、また今回やっぱりあの1500グリッドポリッシュって光ってるんで、まあマックスにしたいよっていうんであればこうダルにしてもらえばいいですしね。まあやっぱりこういろんな使い道がね、やっぱり出てくるんではないかなというふうに思いますよね。
まずはじめに藤井プロのラインナップなんですけど、はい、先ほどとちょっと違って、まあ、ミディアムからミディアムぐらい下からいってると思うんですが、はい、今日のマーベルマックスパールはどの位置に？僕の中ではこの辺ですね。 IQ セッション2ソニックの間に来ます。はい、わかりました。次に石原プロのシリーズなんですけども、はいはい、今日のマーベルマックスパールはどの位置に？そうですね、カバー的にはナノスムーズなのでこの辺と一緒なんですけども、はい、僕はこの辺にしたいと思います。はい、わかりました。楽しい質問コーナーこれ結構私楽しいなと思ってるんですよね。まずはじめですね、やっぱり藤井プロのこれ見ちゃダメなんですよね。質問なんですけども、これね私も聞きたかったなって質問なんですけど、江戸川区の宮城さんからの質問で、はい、ボウリングのプロは毎日ボウリングしてるんですか、また普段はどのような生活を送っているんですかと、はい、こういうことなんですけど、藤井プロ、はい、僕は、はい、週に最低でも5日はボウリングしてます。月火水木金、あいやあそうなんだ平日に2回ぐらい、まあ、休みがあってですね、土日は基本的に今ボウリングで今こう、まあ、仕事を回ってるんで、それも入れて、まあ、大体週5は最低でしてて、で、まあ、多い時は週6ぐらいで、で、まあ、休みの日はもう一日何もしないっていうような感じですね。まあ、本当にゲーム数なんかも、まあ、本当に日によって違くてですね、もうこれは今日はたくさん投げたいっていう時はやっぱ20ゲームぐらい投げたり、で少ない時は今日すごい感じいいしっていう時は6ゲームぐらいで終わる時もあります。普段はどのような生活を送ってるんですか？どのような生活？ボーリングする、ご飯食べる、寝る、起きるっていうような感じ。まあまあ別にプロだからと別にこんな生活してるってないですもんね、はい、まあトレーニングとかもね、そうですね、してるでしょうからね、はい、なるほどなるほど。宮城さんね、やっぱり人間同じ生活してるんじゃないかなというふうに思うんで、この辺で今日、いいかなと。はい、ありがとうございます。次にですね、北海道のお茶さんから、はい、質問なんですけど、数年前藤井プロの投球フォームと比較すると、うん、なんとなくおとなしくなったように思います、はい、それでいて破壊力のあるボールは変わりませんが、何か意識して変わっているのであればそのまあ、シーンですね、お聞かせくださいと。特に、まあこううんまあ、いろんなこう自分のいいところ悪いところも、まあこうはい、何年か前か分かんないんですけども、はいまあ、その気になるところはどんどん直していってはいるんですけども、はい、理由としてはやっぱ僕海外行った時に、はい、やっぱりこうあ
こういうことが必要なんだとか、そういうのがこう、うん、海外行った時に勉強してきたものを考えて、はい、こう投げ方、じゃあこう投げ方をこうしていこうっていうのは、そういう例に対応するために何が必要かっていうのを考えて自然にこう変わっていってるんじゃないかなっていうのはあります。まあやっぱりこうフォームが大きいとか派手だとかっていうのね、はい、まあよく外人なんかも日本に来た時よく曲げてたよねと、だけど勝てるようになったら負けなくなったよねとかね、まあ、多分そういうところもあるのかなっていうかね、おとなしくなったっていうのはね、はい、まあ、フォームだけっていうくらい球のこう方向性っていうのかな、うん、まあ、僕見るにはやっぱりどんどん無駄をねなくしてるんではないかな、まあ、どんどんシンプルになっていくのかなっていうふうには思います。なるほどね、やっぱり曲げるとかっこよかったんですもんね昔はね。そうですね、こう幅を取ってるの憧れたりですね。なるほどね、まあ、やっぱりこう王者さんも多分こう進化していく中で、まあ、やっぱりさっき言ったように無駄な動きやると疲れちゃうんですよ、プロボーラーいっぱい投げるんで、でまた点数にならなかったりするんで、まあ、そういった意味ではね、どん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 こう削れるところは削っていくんじゃないかなというふうに思います。続いて石原プロに質問なんですけど、はい、石原プロに質問ですね、これは長崎県のですね西さんから、はいはい、質問なんですけど、これ面白い質問だなと私もちょっと思ったんですが、はい、まあ、最近両手投げに転向したんだと、はい、でボールはそのまま片手の時のね、はい、ものを使って投げてます、はい、ローリングトラックがだんだん片手の時と違う感じになってきてるんですが、はいはい、やはりボールを変えたり、はい、サイドリルした方が良いのでしょうか、はい、でボールを変える場合両手投げにおすすめのボールってありますかということなんですけど、両手投げにおすすめのボール、はい、まあ、確かにまず最初の質問なんですけども、うん、まあ競技で出る場合トゥーハンドの、サムレスっていうことだとは思うんですけども、はい、その時にはもしかしたら、うん、エクストラホールとサムホールがもし空いてるとしたら、はい、まあ、基本的に違反になっちゃうと思うんですよ、入れない穴が2つがもしあったらですね、はいはいはい、その辺はもしかしたら見ていただいた方がいいかなと思います、うん、それはバランス方法、エクストラホールがなければ、うん、親指が一つ入れないだけなんで、うん、それは違反にはならないと思いますけども、はい、まずその点と見ていただきたいというのと、うん、まあ、トゥーハンドの場合は非常にワンハンドの時よりも、うん、基本的に回転数が増えたりスピードが、うん、遅くなったりっていう影響力が多分出ると思うんですけども、はい、その場合、そうですね、トゥーハンドのどれが向いてるかっていうのは、うん、非常に難しいところでもあるんですけど、うん、仮に同じ、ローテーションの与え方をした場合には、うん、コンディションにもよるんですけども、うん、カバーの弱いボールの方が差を感じると思いますね、基本的にね、ホイールのあるところないところの差、非常にでも、よく曲がるんでカバーを落とすことも非常にあるとは思うんですけれども、はい、それによって逆に差が出ちゃうっていうケースも発生をすると思うんで、はい、そうですね、できればその、ボール的なものもこう変えていく段階でやっぱり考えていただいて、どういうボールがおすすめって非常に難しいんですけども、まあ、ある程度何種類かのボールを持ちながら、まあ、レイアウトも今後変えていったり、スピードの調整をしていかなきゃいけない、ローテーションを変えていかなきゃいけないっていうものが逆に出てくると思いますんで、その都度ですね、もしかしたらボールがこういうボールがいいんじゃないかっていうのは発生してくると思いますんで、まずそうですね、まあ、その技術的なものも、うん、上げていく必要が出てくるとは思うんですけども、コンディションによってボールも非常に左右されると思いますので、このどのボールがいいっていうのは非常に難しいとは思いますけれども、はい、その中ではやっぱり私の立場から言わせたけど、ドライブってとこでね、あ、はい、そうですね、バッテリーと考え方が例えば、ウレタンが好きな方も当然いると思いますんで、うんうん、その辺は、相談をしていただくといいかなと、なるほど、ね、と思いますけども、
できればそのトゥーハンドに変えた以上はもちろん回転数とかスピードが落ちたり回転数が上がったりってすることがあるんでその辺の影響力は非常に左右されると思うんで相談をしていただいたり技術的にももうちょっとどのぐらいのレベルの方かは本当にわからないんですけど変えていただくことによってその都度ボールが変わっていくんじゃないかなというふうに思います。あとね、西さん、私からのアドバイスとしては、まあ、片手でも両手でもどちらでもいいんですけども、ボーリングのスタイルを変えると回転軸っていうアクシスがね、はい変わると思うんですね、はい、でそうするとまあ、スタイルを変えない前の回転軸の位置とスタイルを変えた両手投げの時の回転軸の位置は結構大幅に変わるんじゃないかなと、はい、でこの位置といわゆるそのピンっていうね、まあ、黄色いマークとか赤いマークとかいろいろあるんですけどピンの距離関係がやっぱり変わってしまうんですね。でそうするとボールの、パフォーマンス曲がりとか走りとか、まあ、いろんなのも変わってくるんで、まあ、やっぱり変えるたびに僕はレイアウトっていうかそういうのは変えてった方がそうですね最低いいんじゃないかなと。トゥーハンドになると必然として回転量増すんで一番遠いところを回ってる要素が多いと思うんで、まあ、その辺は当然アクシスの距離っていうのは変わっていくと思うの で、 そ、 うですよ、ね、それもプラスして測っていただいたらいいんじゃないかなと、うん、まあ、本当そういった意味ではね、ぜひですね、もう一回見直して、はい、今の回転軸どこなんだろうって見直していただくと、うん、結構ね、今のピンの位置と位置関係、どんぐらいの距離が短くなったのか、長くなったのかも自分で確認できるんで、まあ、そういうのも一つね、参照にしていただければなと。で、次の質問なんですけども、はいはい、今回ですね、まあ、どこの方かちょっとね、住所が帰っておられなかったんで、はい、あれなんですけど松原さんという方から来てるんですけど、はい、まあ、やっぱりこう石原プロに、はい、いつも動画を楽しく拝見させてもらって、はい、ありがとうございます。でプロの質問というよりもすごい細かい指摘かもしれません、はい、ボール紹介動画、はい、アイドルの動画初めの名機表記、はい、まあ、HP4 になっています、はい、そのすぐ後、はい、スペック表記が HP3 になっちゃったんですけど、はい、まあ、あえて表記したのであれば申し訳ありませんと。はは、でも今回もですね、はい、動画紹介楽しみにしてるんですけど、はい、まあ、これは多分ね石原プロっていうか間違いがあってまあ指摘されたんじゃないかなと思うんですが、まあ、この、間違いってやっぱこう石原プロに質問というよりはですね、まあ、石原プロこの HP3 が何なのってのは後からこう入れてくる、はい、話だと思うんですが、やっぱりこう、この動画撮影って石原プロにこの関連してる質問かもしれないですけど、はい、まあ、このマーベルって今日、まあ、今紹介したマーベル、はい、例えば今回このマーベルがこの素材でこうなりました、うん、こういうコンディションで投げました、どういう感じですかっていうね、うん、ところでやってるんで、まあ、その表記というよりそっちの方のね、はい、ところも見てもらうといいんじゃないかなと思うんですけど、はい、そうですね、どんな感じですかね、そこは。そうですね、まあ、その表記が下手すると、うん、まあ、最初とるのと、はいはいはい、まあ、それが間違ってたんじゃないかなと思います、はいはい、それはまずごめんなさい、訂正をさせていただいて、すいません、はい、そうですね、あとはそのボールの中で、うん、例えばどういうカバーを使ってどういう位置づけのボールだっていうのが、うん、あ、まあ、その間違ってたということなんで、うん、まあ、あとは、動画の内容を見ていただいてるとは思いますので、うん、ぜひ 今後ですね、そういうところがあったらまた指摘をしていただければありがたいなと思います。なるほどね、はい、まあ、本当この動画ってやっぱりこうボード版もそうですし、はい、まあ、皆さんの役に立つためにね、僕らいろんなこと考えるじゃないですか。でその中で、まあ、どの位置に行くのとか、はい、目的はこういうふうに形だったんじゃないかなとかっていうのをね、うん、よくね、反省会もしてるんですけど、はい、やっぱね、人間間違えちゃうことがあるのかなと、まあ、このしゃべりでもね、素材も間違えちゃうこともあったんですけども、はい、まあ、その辺はちょっと長い目で見ていただいて、広い目で見ていただいて。まあ、純粋にね、このボールどんな動きするのかなというところをね、細かく逆に指摘してあげるぐらい見ていただければなというふうに思います。はい、まあ、本当に今日も長い時間、本当にお疲れさんでございました。はい、
また藤井プロ、はい、来ていただくとお願いします。嬉しいなというふうに、はい、また視聴者の方もですね、はい、やっぱトッププロ見たいなと、お二人のトッププロ見たいなと思いますので、はい、ぜひまた来てください。はい、ありがとうございます。今日は長い間お疲れさんでございました。ありがとうございます。ありがとうございました。